前回のカズクラ、カズクラの誰にもバレない隠し扉。そう、しかもすげえ簡単なやつなんだ。ただ集めるのが大変なんだけど、雪、そうだよ、バケツですくえる雪があるだろ、あれを使って扉を作っちゃうんだ。ディスペンサーを設置して、その中に雪バケツを入れて起動するだけでパカーン。すげえこれ、すげえよこれ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。あー、今日も扉作っちゃおうかな。おほーん、すげえ。ほんで、なんならなんならなんならよ、こっちにしたらどうですかって、こっちにしたらどうですかって。え、変わるのこんなに。え、そうなんだ、信号変わるんだこれ。そうなんだ。金の道にしてやんよ。いやー、勉強になるねー。というわけで今日も行きますか。さて、今日はやばいことがあるんだ。あいつたちを忘れてる。しばらく放置するとあいつらちょっと調子こき始めるんだ。まずいよなー。そう、多めに持ってこっか今回。これどうよ、64。うわー、すげえ。これ持ってやらんとあかん。で、今日もコメント来てるようだな。今川焼さん、そういえば18歳未満に10万、うわ、マジで、まあ、最高じゃ。18歳未満に10万円を給付する。はい、自分は未成年で給付金は全て親に持ってくるので実感は湧かないんですが、カズさんは給付金のことどう思いますか。いいじゃん。いや、そういえば昨年もろた気がするわ。じゃあ申請1人10万とかだったっけ。人数分もらえたからね。大きかったよ。あ、そうだ、知ってる、今回誰か一人でも960万収入があったらアウトーって、アウトーってなるのよ。知ってた。あー、そういったところには渡さないんだ、なるほどーみたいな。なるほどー、いろんな技があるねーと。よいしょ。わあ、かっこいい。いや、もっと大きなの作りたいなこれ。かっこいいわー。まあ、というわけで今日はあった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 、スプラッシュスプラッシュスプラッシュしちゃう。いや、もう一段階いっか、念のため。ちょっと作っとこうか。邪魔だなこれ、何回もプチュ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 して。作っとこう作っとこう。はいはいはい、混んでいいか。よーし、というわけで放置していた村人が大変なことになってると思うからこれ。いや、放置しすぎた。2、3日、大丈夫かな。よかった、生きてたわー。と、待て、いや、まだ飲むってよっていうね、昔あったね、そういうなんか飲み会のコール、山田コールってのが昔ね、飲み会でねあったって聞いて。山田見たことないんだよ、その山田は。その飲み会の席で山田見たことないんだけど、山田まだまだ飲むってよっていうね、伝説のコールがあるみたい。山田まだまだ、山田はこっちに移動しますと。はい、というわけでみんな大好き教育コーナー。ここら辺でどんだけいくかな。ってきっと、うわー、ちょっと当たらんかった。うわ、無駄なことしたわこれ。ちょっと当たってねえよこれ。はい、やっぱ2発ちゃんと投げんだからね。いや、まだ。はいはい。うわ、今のでほぼなくなったんだけど。ちょっと待って、ちょっと取ってきていい？あ、いた！ブロックなんか今の。弱化。カズクラ！モンスターの巣になってる、まずい。出た！ちょっと待ってね、お外がモンスターの巣だわこれ。おまつ！はいはい、カズミだ。今度いっか。ふう、
やれやれだぜ。なこの時に視線がねないと、このゾンビ大丈夫かな。視線が俺に合ってないから。よしよし、俺らのこと見てくれ。よし、あ、向いたかな。俺にようやく興味が。しまってな。ほんでどうだ。おい、いいねいいねいいね。わあ、どうどう。おお、安くなってく、安くなってく。君は、オーケー。あ、しばらくゾンビのまんまでも結構いけるんだね。攻撃しよう、君。君はもう合格レベルだ。人参を一応もらいます。君は、あー、オーケーオーケー。あなただけはちょっと待って待って、あなただけはちょっと、はいはいはい、大丈夫か。じゃあそっちかい。大丈夫か。くそー、誰が誰がこんなことを。お、君は大丈夫だな。ちょっと待ちだな、待ちだな、これは。さあさあ、まだ教育がまだ行き届いてないので、はい、教育頑張っていこうかなって。はい、そんな感じです。こいつをね、もう一個上の部屋に入れたいんですけどね。できないかな。まあ一応適正料金は確認できた。この二人は今日なんとかやりたいな。やっべ、やっちゃった。まずいまずい、はい、やっべ、まずいまずい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 、はい、やっべ、やっべ、最強装備できちゃった。うわ、やべー、どうするんだよこれ。はぁ、どうする。奪われちゃったよ。斧取られちゃった。うわ、エリトラ取られちゃった。エリトラも取られてんだけど、ここでちょっと何してんだって。しかもめっちゃ一撃いってんだってこれ。うーわー、なんだよこれ。はい、君は安くなって、ああ、帰ってきた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 よ、カズクラ。ちょ、このふた、お二方だけは確実にやらんとあかんねんけど。てい、てい、まだ教育足りんからな。ただただこれ返してもらえるか。これ防具どうなんや。エリトラも、エリトラもや、お前。お、ツルハシ持ってるやついると思う。ああ、落ちた落ちた、ここに。それ誰か装備してたんかな。あ、危ない。あ、ノーダメージ、ノーダメージ。待て、スーパーカズミちゃん。こんにちは。生き残りか、さっきのなんかのあるわ。目、おい、ただ治療させるだけでドラマがいっぱい出てくるな。返せよお前、絶対返せよ。さてさて、米でも呼んでるか。デスソースさん、収録お疲れ様です。と、質問なんですけど、福井弁でジャミジャミ知ってますか。ちなみに正解は昔のテレビの砂嵐です。標準語ですよ、ジャミジャミは。標準語。待って、いくらになったお前。再教育決定です。ペイペイ。ちょ、君だよ君。そういえば君もそろそろ治療が終わって、メットをペロッと私に返すのかな。いや、これ最強の村人がね、ただ出来上がる気がするんだけど。火炎耐性のついたメットを装備した村人がね、ただ出来上がる気がするんだけど、大丈夫かな。いや、外れん時もあるし、外れる時もある。どっちなんだろう。バー、横に受け継がれたわ。もう、あ、でも全員治療したら返してもらえるかもしんないね。いや、これなんかつけとかんとあかんなあ、こいつらにも装備品を。ねえ、将来誰か一人だけ最強の村人作っとくか。ねえ、殴られても大丈夫なようにね。まだまだ、まだまだ米は呼ぶよ。
はい、タレコミ来ました。タレコミ NB さん、マグロ兄さんにサキちゃん誘拐されてましたいや、サキちゃんはお嫁に行ったと言っても過言ではない。なんかサキちゃんがあのうどんの中に幽閉されてるっていうナルト的な存在になっちゃったって噂がねあるんですよ。具材になってるみたいです。だから店とかでおいなんか入ってっぞみたいな、うどん注文したらおいなんか入ってっぞこれ、キツネ入ってるみたいな、信じられない信じられない状態にあ、キツネうどんってことか。いやでも今まだまだ見に行けねえから、あと2クールあるから、こいつら今日はトークコーナーみたいな感じになってるね。はい、どうだ、あっ OK です。待って、治療終わるかもしれん、シミの値段だよ。あとは君次第では終わるよこれ今回。なら全員をこれで、これで帰ってくるんじゃないかな。あとこの山田まだまださんをどうするかだけだけど、捕まえれるで。山田まだまだ、けけけけけ、乗ったよお前、お前乗ったよ、なんで。ただあいつここら辺でなんか職業ブロックと今紐づいたな、あいつ。それは問題だ、それだけは問題なんだよな。あいつもうもう一回もう一回ならんか、もう一回乗らん、あのボートに。壊すの無理だよ、もうもう一回飲んでくれねえかな。乗らねえな、あいつ。あかんわ、あいつちょっと感染してくれんと。ここに入ってほしいんだよね。こらお前、まああいつあいつはいいよもう、まあ、この職業ブロック問題についてはまた後で考えよう。ん、回収 OK でーす。あとお前や、これ久々だなこんだけ1が揃うの。これ多分なんか、ただこれくっちゃくちゃ下のやつくっちゃくちゃになってるから、オーケーメットも返してもらいました。おぶねーってことは、あと山田だけか、あと一人だけ捕まえて終わろう。これお前だよお前。あー、そこらへんの奪っちゃったんだな仕事、ここの仕事奪ったのお前。そっかそっか、ここの仕事奪っちゃったか。これ仕事奪いチェックっていうことで、このね交易を一旦全員でするとね、誰がね仕事奪われてるかが分かっちゃうのよこれ。あ、いやでも大丈夫だな意外とみんな。あ、戻ってる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 、お前だけや。うん、こいつだけは奪われてるの多分。どうしようね。ゲットだぜその昔、職人と呼ばれる男がいた。そして、しゃがめば入れる。押し込んで。その昔、職人と呼ばれる男がいた。そして、職業ブロック的に再チェック。はい、回復してる。うん、回復してるね、みんな。あ、ここも回復してる。あ、あ、OK だ。職業ブロック問題も解決でございます。あー、よかった。はい、というわけでこんな感じでございますね。もうすべてが無事解決いたしました。あー、よかった。はい、綺麗に解決ということで、一時期すべてを奪われましたが、すべてを取り返しました。これが勝倉でございます。いやー、これからも年末に向けてやり残したこと全部解決していきますので、はい、ご期待ください。というわけでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。